1931年、日本で最初にアルミ電解コンデンサの国産化に成功した日本ケミコン。その日からアルミ電解コンデンサの進化が始まりました。日本ケミコンの歴史は電子部品の小型化・軽量化の歴史です。その競争力の源泉は電極箔をはじめとした高度な材料技術にあります。この技術がカーボンニュートラルの時代を迎えた自動車業界から大きな注目を集めています。高機能化が進む車載充電器。しかし車載充電器は走行中には機能せず、燃費悪化の要因となるため、小型・軽量化のニーズは高まり続けています。日本ケミコンは創業以来長年培ったコア技術である電極箔の高倍率化を推進、製品の大幅な小型化を実現してきました。新製品 KX級 シリーズでは、回路上の機能ベースで従来比 25% の軽量化に成功、搭載人数の削減にも貢献します。また次に紹介する独自工法のインダクタと組み合わせることで、さらなる軽量化を実現できます。日本ケミコンの車載充電器向けの技術革新はパワーインダクタにも及んでいます。アモルファス金属箔に独自の処理を行うことで、小型・軽量化を実現しています。コモンモードチョークコイル FW シリーズは、回路上の機能ベースで従来比 40% 軽量化した新製品です。アルミ電解コンデンサの新製品 KX級 シリーズと組み合わせることで、車載充電器を約 400g 軽量化できます。カーエレクトロニクス市場から今最も注目されている製品、それは導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサです。特にマイルドハイブリッド車などの 48V インバータおよびコンバータの平滑機能との相性は抜群です。新製品 HXF シリーズでは、高リプル電流対応により回路上の機能ベースで従来比 25% の因数低減を実現しています。また最新の複合風刺技術を採用した HXU シリーズでは、40G の耐震度保証や8000時間の長寿命保証など、アルミ電解コンデンサのイメージを刷新しています。さらにこれらの製品をコンデンサモジュールとして提供できることも、日本ケミコンの大きな強みです。 DC-DC コンバータの小型軽量化を目的に、平滑用フィルムコンデンサを積層セラミックコンデンサに転換する動きが加速しています。 NTJ シリーズは、独自の高放熱金属キャップ構造をベースに大電流化を実現した製品で、20アンペアのフィルムコンデンサからの置き換えを想定した試算では、回路上の機能ベースで 76g の軽量化が実現できました。日本ケミコンのパワー MLCC は、インバータやコンバータの小型・軽量化に貢献します。車両開発に欠かせない要素、環境と安全の両面で貢献する製品、それが電気二重層キャパシタ DL キャップです。2012年に減速エネルギー改正システムの蓄電用途に採用されて以来、燃費改善による CO2 排出削減に貢献しています。さらにラジアルリード型の小型品は、電動車両の各種アクチュエータのバックアップ電源に採用され、自動車の安全性能の向上に貢献しています。カーボンニュートラルの実現を目指して世界が動き始めています。日本ケミコンのコア技術、それは電子機器の小型軽量化を実現する力です。サステナブルな社会の実現に向けて、日本ケミコンのイノベーションは続きます。